皆さんどうもこんにちは、ヒカクゲームズです。今日もですね、おにぎらばプリ2020やっていきたいなと思うんですけど、今回はですね、木曜日からやってきたアイコニックモーメント、こちらについて徹底解説と、まあ僕なりの意見みたいのをまとめてみましたので、ぜひチェックしていただきたいなと思っております。まあ急に来てですね、割と新しい要素もりもりなので、皆様からしてもなんだこのピンクの背景のガチャはって思ってると思うんですけど、はい、そこをですね、この動画さえ見れば理解できるようにしていきたいなと思っております。でちなみにこの動画ではアイコニックモーメントっていうのをアイコニック選手って呼んで、字幕ではIM選手と記載していこうかなと思ってますので、はい、そんな感じなのと、あとですね、この動画に関して僕アプリ前提での意見になりますので、 PS4 とはまた別っていうのを理解していただきたいなと思っております。ということで目次としてはこんな感じでやっていきますので、はい、気になるところだけじゃなくて全部チェックしていただきたいなと思っております。ということでいきましょう、レッツゴー。はい、ということでまずはですね、アイコニックモーメントって何なのっていう初歩的なお話からしていきたいなと思うんですけど、はい、これがですね、公式の説明ですね。現役レジェンド問わずスター選手がキャリアで最高の輝きを放った瞬間が蘇るアイコニックモーメントシリーズが登場ということで、はい、まあ簡単に言うとピックアップした試合の写真&能力値で登場する選手のことで、まあタイムスリップ FA みたいなイメージで考えていただくといいんじゃないかなと思っております。なのでいつかね、小学校入学式のメッシとかも出てくるかもしれないんですけど、はい、まあ見ていただいたら分かるように、木曜日からはですね、バルサとバイエルンのガチャが来ていて、バルサからはシャビ、マラドーナ、プジョル、イニエスタ、バイエルンからはエーベル、オリバー・カーン、ルンメニゲということで、もうね、とにかくアイコンがめっちゃかっこいい。イニエスタもかっこいいし、シャビもかっこいいし、プジョルもかっこいいし、プジョルとグリーズマンちょっと似てるし、はい、もうめちゃめちゃですね、かっこよくて、当時の写真を使っているっていうのもあるんですけど、とにかくかっこいいんですよね。はい、これがですね、アイコニックモーメントですね。で、皆さん結構疑問に思うのが、レジェンドとアイコニックモーメント何が違うのって話なんですけど、レジェンドはですね、完全に引退した選手が対象で、特定のシーズンを通した評価の能力値で登場するのがレジェンドになるんですけど、アイコニックモーメントに関しては現役引退した選手問わず特定の試合を通した評価の能力値で登場するので、はい、ここがですね、試合なのかシーズンなのかっていうのと、あとは現役も含めるのかっていうのが違いになってくるのかなと思っております。ただし、アイコニックもですね、現役含めるとはいえ、まあ、実質全盛期 FP みたいなイメージなので、引退した選手だったりとかベテラン選手が必然的に多くなるっていうのはあるのかなと思っております。ただレジェンドとは明確に選手カードタイプも違う形で出てきてますね。じゃあこのアイコニック選手、通常と何が違うのって話なんですけど、大きな特徴2つあります。1つはですね、ライブアップデート、これがですね、 B 固定になります。はい、これレジェンドと同じで B 固定で、でもう1個ですね、すごく大きいのが、これがレジェンドとの違いで、アイコニック選手だけのですね、特別能力アップ仕様っていうのがあるんですよね。はい、これですね、実際見ていただいた方が早いので、ちょっと見ていきたいなと思います。はい、これがですね、まさに話なんですけど、マイクラブで使用するチームっていうのは、この監督の下にあるアイコンですね。はい、これをですね、バルサに合わせると、バルサのアイコニック選手、つまりこの中で言うとイニエスタ、プジョル、マラドーナ、この3人に関しては能力値が上がってますよね。はい、この緑になってるのが分かると思うんですけど、これが上がってる証拠ですね。こんな感じで所属チームが合致すると、全ての能力値がプラス2されるんですよね。はい、で総合値もですね、レベマにするとプラス2という形なので、まあプラス2の底上げってめっちゃでかいんですよね。レベル上限というと12レベルアップしてるのと全く同じ話なので、この精度は本当にでかい要素の一つですね。じゃあ実際の能力どうなんですかって話なんですけど、はい、ルンメニゲ選手をですね、例に見ていきたいなと思います。でルンメニゲ選手こんな感じなんですけど、はい、強いです。めちゃめちゃ強いで、一応最強 IM って書いてるのは、さっき言ったですね、プラス2の底上げも含めた能力値ではあるんですけど、さらにここにですね、ライブアップデート B の安定感も加わりますので、選手によってはですね、これぶっ壊れでしょっていう選手もいますので、はい、そういったところでかなり強いっていうのは分かっていただけるのかなと思います。でちょっとですね、話外れちゃうんですけど、これかなり質問あったので答えていくと、来作ですね、このアイコニックが引き継がれるかっていう話があって、これお問い合わせしてもですね、こんな感じで答えてくれないんですよね。なのであくまで予測なんですけど、これ一応ですね、アプリ上の表記で言うと、スタンダードと注目選手に関してはウィニングイレブン2020のみでご利用いただけますって書いてあるんですけど、これレジェンドとアイコニックに関しては何も記載がないんですよね。で実際ですね、去年レジェンドは全員そのままの形で引き継ぎされましたので、僕おそらくアイコニックも引き継ぎされるんじゃないかなと思っております。ただし、ここに関しては結局ライセンスビジネスなので、昨年の応援みたいにライセンスが切れたタイミングで非搭載になる可能性っていうのは十分あると思いますし、ライブアップデートをですね、やっぱり C にしますとかっていう変更はあると思ってますので、まあ何が起きてもおかしくないっていうのは一応認識していただきたいなと思ってます。で一応ですね、こんな感じでアイコニック選手の概要みたいのは全て説明し終わったんですけど、まあアイコンもめっちゃかっこいいし強いし、まあファンの心も間違いなくくすぐってるし、企画としてはめちゃめちゃ面白いと僕思ってるんですよね。まあただそもそもちょっと強すぎるんじゃないかっていうのと、あとはですね、このアイコニック選手の獲得方法っていうのが一番議論を生んでいるところなんですよね。まあこれあくまで一発目の仕様って話なんですけど、基本的にはですね、レジェンドガチャと同じような仕様で、1回100コインで回数は無制限ですと。で見ていただくと黒率がですね、大体 20% なんですよね。ただこの選手の中に通常も混ざっているので、まあ狙いの選手が当たる確率は大体 1%
3% ぐらいで、アイコニック誰でもよければ 3% ぐらいなんですけど、これボックスじゃなくてガンガン被っていくので、狙いの選手当てるためには、まあ、数万単位の課金は覚悟しておく必要がありますし、ツイッターとかだと5万とか10万とか課金しても狙い出なかったって話もありますので、まあ、かなり厳しいガチャであることは間違いないのかなと思っております。まあ、初期のレジェンドガチャみたいな感じですよね。でじゃあですね、なんでコナミさんがこの仕様にしたのかっていうのをですね、改めてちょっと考えてみようかなと思ったんですけど、まあ、大きく2つあるかなと思ってます。で、1つはもう皆さん予想している通り、課金額のアップですよね。はい、明確にこれはあると思ってます。で、ただこれ課金させに来るのが悪なのかって言われるとそうではないと思っていて、まあ、アプリを作って運用するのってプログラマーだったりとかデザイナーだったりとかいろんな方が関わってその人たちの給料を払わなくちゃいけないので、そういう意味ではボランティアじゃないってことを考えると課金するシステムっていうのは絶対的に必要なんですよね。 VR アプリってスタミナ無制限ですと、でガチャは FP ガチャで3回制限ですと、で育成はツアーでトレーナーが無料配布されますと、でその他でいうと、まあ、一応ユニフォーム購入とかがあるけど多分そんな課金されてないですと。ってなるとこれどこで課金されてるのって話だったんですよね。で今まで、まあ、ユーザーが多いから少額の FP 課金で成り立ってたって可能性もあるかもしれないですけど、課金ポイントが少なかったのは間違いなく事実だったので、それ以外のですね、みんなが課金してでも欲しくなる場所を作りたかったっていうのは多分一番大きいのかなと思っております。であともう一つはですね、これツイッターで意見いただいて結構あ確かにって思ったんですけど、今の FP ガチャのシステムって良くも悪くもガチャ運用数が大きいんですよね。300コインで誰でも引ける代わりに引きたくてもそれ以上引けないっていう制度なので、僕はこれがですね、まあ、ある意味面白いと思ってるんですけど、お金払ってでも戦力を補強したいって人は絶対いると思ってるので、そういう人向けの救済措置っていう意味合いもあるんじゃないかなと思っております。なので多分この2つをですね、意図してコナミさんとしては作ったのかなと思っております。でじゃあ意図は理解しましたと。でその上でツイッター上とかいろんな YouTube 上とかで反発が出てるのがですね、5つ論点あるかなと思ってますので、それぞれですね、まあ、僕なりの感想みたいのを話していきたいなと思っております。で1つはまず通常レジェンドとの兼ね合いですよね。でこれは確かに反発が出て当然だと思っていて、特に、今まで出てきたレジェンドがアイコニックになると基本的に上位互換になるので、ルンメリゲとかカーンとか課金して手に入れた人からすると完全上位互換が出てくるとあれってなりますよね。で特にルンメリゲに関しては最近レジェンドとしても出てきたばっかりで、もう完全上位互換が出てくるとちょっとタイミングとしては考慮してほしかったなっていうのは正直あります。僕もすごくあれって思うところではあるんですけど、ただ同時に思うのはアプリゲームってこういうものって言っちゃそうだし、急に上位互換が出てきても受け入れるしかないっていうのが正直なところなんですよね。なんだろうな、感情的にはすごくわかるけどルール的には難しいみたいな、すごく微妙なラインだと思っていて、だからちょっとね、まあ受け入れるしかないのかなっていうのが僕の感想。ただ冷静に考えた時にこの後も話すんですけど、アイコニック狙うのってマジでお金かけないといけないので、おそらく大半のユーザーは今の制度のままだと基本的には狙えないんですよね。ってなると引き続きですね、まあ介護官になったとはいえ、通常レジェンドの価値っていうのはまだまだ高いですし、あと地味なんですけどコストとかも結構高いので、結局ですね通常レジェンド使うパターンっていうのも意外とあると思うんですよね。なので僕はですね、確かに上位互換ってあの数値見ちゃうとうわってなる気持ちもわかるんですけど、そんなに悲観することないんじゃないかなっていうのは思ってます。はい、これが通常レジェンドの兼ね合いですね。で2つ目、無課金ユーザーの扱いっていうところなんですけど、結局ですね今まで無課金もしくは微課金でほぼ全てのコンテンツが楽しめてきたので、急にですね大きな課金コンテンツであるアイコニックモーメントが出てくるとちょっとびっくりしちゃうんですよね。なんだろうな、地区大会レベルの高校に日本代表が入ってきたみたいな感じで、ウイレアプリユーザーにとってはちょっと変化がでかすぎたんですよね。でそれはみんなびっくりするよねって思うんですけど、まあこれもですね、さっきみたいに冷静に考えると毎回のアイコニック狙うのって本当に少数なので、課金ユーザーであろうと結構きついんですよね。なので無課金ユーザーだけがピンポイントでなんか差別されてるかっていうとそうではないんじゃないかなと思ってます。でさらにですね、結局毎週の FP ガチャってぶっ壊れに近い選手もちょいちょい出てきてるので、そっちはですね無料配布のコインで引けている現状は変わらないんですよね。はい、ってことを考えるとそんなにですね大きく環境を破壊するってことでもないのかなって僕は思ってます。ただここはですね、まあ、そもそも選手とプレイスキルの比重をどう考えるのかとか、アイコニックをですねどれだけぶっ壊れと判断するかっていう個人の価値観によってかなり変わってくるので、まあ、正直ここはかなり意見は分かれると思ってるんですけど、ぶっちゃけ僕はですねアイコニック使ってもレート上位層に勝てる気がしないですし、まあ、そもそもプレイスキルが大事なゲームってことを考えると、こちらもですねそんなに無課金ユーザーが迫害されてる形でもないのかなとは思ってますね。はい、で3つ目、これ確率ガチャの闇って話なんですけど、僕もですね昨日の昼間挑戦しましたし、いろんな実況者さんがやってるんですけど、マジで確率厳しいのは事実なんですよね。コナミさんが課金させたい意図は分かるんですけど、もうちょい緩和制度してくれたらいいかなっては思ってますね。このままだとやっぱり課金者もきついし、無課金者のワンチャンの希望にもなれないっていうガチャになるような気がします。
していて、ここに関しては何かしら欲しいところですよね。はい、で4つ目、アイコン縛られるのが嫌問題っていうのあって、これ意外と意見としてあるんですよね。能力アップさせるためには所属チームを変えなくちゃいけなくて、これがですね、まあ自分の好きなチームのロゴを使えないみたいな話もあって、まあこれも結構意見としてはわかるんですけど、でもねこれ多分ライセンス結構絡んできてるんですよね。正直ここはルールとして変えられないのかなと思ってますね。なのでまあ気持ちはわかるんですけど、本当にアイコンを使いたい方はですねちょっと諦めたりとか、能力を重視する方はちょっと受け入れるしかないのかなとは思ってますね。はい、で最後の論点としてはアイコニック優遇されすぎ問題っていうのがあって、あの能力値でライブアップデート B 固定でベースの能力値プラス2って確かにちょっとやりすぎなんですよね。まあ僕としては改めて振り返るなら、僕ライブアップデートは C 固定でもよかったんじゃないかなっていうのは結構思ってますね。そうなるとですね、通常レジェンドとの差別化にもなりますし、どっちも輝ける環境になったんじゃないかなと思うんですけど、まあただここに関しては多分根本的なルールを変えるのは結構難しくて、もうがっつり発表した後にやっぱり C にしますっていうのは多分直近半年ぐらいは絶対できない話なので、まあここも正直受け入れるしかないのかなっていうのは思ってますね。でここまでいろいろ話してみて、まあ僕としてはですね、アイコニック自体はめっちゃ面白いと思ってるけど、まあもうちょっとですねみんなが納得感持って楽しめる制度があるんじゃないかなと思ってるんですよね。で根本的なですねライブアップデートとか能力上昇のルールを変えるのは無理なんですけど、なんかちょっとした改善でもっとですねより良いものにできるのであれば、それはぜひですね、まあコナミさんにチャレンジしてほしいなって思ってるんですよね。で僕の中でのアイデアちょっといくつか、せっかくなのでこの動画で言いたいなと思ってます。でアイコニックはですね、コナミさんの意図通り課金者向けのガチャであるっていうのは大事だと思ってるんですけど、なんか無課金とか微課金にももうちょっとチャンスを与えてくれたら嬉しいなと思っていて、例えばですね2ヶ月に1回とかの頻度でもいいので、アイコニック入りの GP でも引けるボックスガチャを出してくれたりとか、あとはですねツアーイベントの報酬でアイコニックガチャ券を3枚とか配布してもらうのって結構面白いと思ってるんですよね。そうなるとですねツアーイベのモチベーションにもなりますし、まあ3枚だとぶっちゃけですねアイコニックが当たる確率って相当低いんですけど、無課金でも頑張ればワンチャンスあるっていう環境にするってすごく大事だと思ってるので、こういったところやってくれたら結構嬉しいなと思ってるんですよね。であとはですね、通常レジェンドの価値っていうのは間違いなくこの状態だと下がっていくので、通常レジェンドのボックスガチャっていうのはちょっと頻繁に出してほしいなっていうのは思ってますね。で課金者向けっていうところで言うと、ちょっと今の確率はですね、前が見えなさすぎてちょっとですね引くのをためらうっていうのはどうしてもあるので、例えば30連でアイコニック1人確定とか1個でもいいので、そういうですねなんか制度を作ってくれるとより引きやすくなるんじゃないかなと思ってるんですよね。例えば30連アイコニック確定とかやると、課金者もそうなんですけど、無課金の人がですねそれだったら30連までコイン貯めて挑戦してみようかなって気持ちにもなると思いますので、結構双方向にいい制度だと思ってるんですよね。はい、なのでこういったところをですね一応僕の中の提案というか、これがあれば僕としてはアイコニックもっと盛り上がるんじゃないかなとは思ってますよね。はい、ということでごめんなさい、かなり長く話してしまったと思うんですけど、せっかくの機会なので、はい、いろいろお話しさせていただきました。はい、ということで今回動画以上で終了していきたいなと思います。いいと思ったら高評価、チャンネル登録お待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。